皆さんこんにちは、アップルニスタです。本日はコンサドーレ札幌の可変式攻撃を解説したいと思います。札幌の監督のミシャさんは J リーグに343を流行らせた張本人ではないでしょうか。非常に面白い攻撃だったので解説させていただきたいと思います。この機会にチャンネル登録、グッドボタン、ご意見あればコメント、ぜひよろしくお願いいたします。この時点で相手2トップに対してキーパーを含めて3対2でボールを動かしていることがわかります。ちなみにこの選手はボランチですが、攻撃時にはセンターバックのポジションに入る役割をしています。この選手は3バックの真ん中の選手、この選手は3バックの右の選手。画面に映っていませんが、3バックの左の選手は左サイドのもっと高い位置にポジションを取っています。ボランチに相手ボランチが食いついているので、ボランチとサイドハーフの間にシャドウが降りてきて、相手サイドハーフを食いつかせ、センターバックの右をフリーにすることに成功しました。この時点では3バックの右の選手とウイングの選手がワイドに広がって、ワイドレーンに2人揃っていることがわかります。ちなみにですが、この選手はセンターバックの左の選手です。この選手は右のシャドウの選手、この選手はボランチの選手、ワントップ、左のシャドウの選手、見えづらいですが一番奥にいる選手が左のウイングとなっております。この局面では3対4と数的不利なので、サイドチェンジを選択しました。ワイドレーンにいる左センターバックと左ウイングに注目してください。左ウイングがインサイドに入り、左センターバックが高い位置を取ることで相手に中央を示させ、左センターバックを一瞬フリーにしています。しかし数的不利だったので、もう一度展開を試みます。ここではダブルボランチが2人とも最終ラインに入り、相手2トップに対し数的優位を作っていることがわかります。ここからの右サイドの3人の関係が非常に面白かったので解説させていただきたいと思います。戻りまして、まず右のシャドウが降りることによって相手ボランチを食いつかせます。さらに相手サイドハーフはその降りたシャドウが気になって中央を占めたので、右のセンターバックがフリーになることができました。戻りまして、シャドウが降りてシャドウの背後にスペースができているのと、右センターバックが高い位置を取ることによって右ウイングとポジションが重なってしまうため、右ウイングがインサイドに入り、シャドウの空けたスペースに入っていることがわかります。この瞬間、右ウイングのマークについてた相手左サイドバックが右センターバックにマークにつき、センターバックが右ウイングにスライドしてマークをつきにいっていることがわかります。そしてこの瞬間は2対2の同数になっていることがわかります。同数なので思い切ってチャレンジをし、ワンツーで突破してクロスを上げたシーンです。この位置ではボランチ降りて相手2トップに対し、キーパー合わせてセンターバックと3対2の状況を作っています。うまくシャドウが降りて相手サイドハーフを食いつかせて、これが右センターバックですね。この時点ではウイングと右センターバックがワイドレーンにいます。左サイドにボールが行った時にはウイングがインサイドに入り、左センターバックが高い位置を取っています。ここでは数的不利なのでもう一度やり直します。ボランチ2人が最終ラインに入って相手2トップに対して3対2を作っています。そしてここのローテーションで一瞬同数を作り突破したシーンでした。いかがでしたでしょうか。ちょっと複雑でしたので、このワンシーンというか、今回の試合の前半はフルで見たんですけれども、前半を見た中での狙いというか攻撃時の狙いを図で解説したいと思います。公式の発表では3-4-2-1、3-4-3ですね。ただ攻撃になった際はボランチが1枚降りて 4-1-4-1 のような形、そしてボールが動いてボールの状況によっては左のセンターバックが高い位置を取ってウイングがインサイドに入る、それに合わせてシャドウが、ちょっと降りてボランチのような仕事をするというような形でしょうか。このようにポジションをうまく流動性を持たせて相手を混乱させようとする意図が見れたと思います。さらにもう一枚ボランチが降りて2シャドウが
さらに降りてボランチのような形になり、3421のような可変するような形も見れたと思います。まあ、まさに最後の右サイドのシーンなんかは、そういうような形になっていたのではないかなと思います。もう非常に複雑で、それをやってのけてしまう未写式コンサドーレ札幌、非常に面白かったのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。そしてグッドボタン、ご意見あればコメントもぜひお待ちしています。それではまた次のエピソードで会いましょう。さよなら。